おはようございます。現在時刻は10時ということで、TikTok の編集は終わったんですけど、 YouTube の編集がまだ終わってなくて、で今日も撮影編集行こうかなってちょっと悩んではいるんですよ。どうしよっかなと思って。最終日じゃん、せっかくさ、ねえなんかどっか行きたいじゃん。今日どうする？ストック出します。休もう。 TikTok は編集余裕あるし、 YouTube は1本だけだけどちょっとストックあるし、まあ、それでちょっと今日は遊びましょう。イエーイ。はい、終わりました。ということで現在時刻が11時46分なんですけども、今日土曜日じゃん。絶対人だかり。もうアベノハルカス行こうかなと思ってたけど、だいぶもうということで、アベノハルカス行くか。とりあえず行きましょう。じゃあ出かけましょうか。もう多分この配信がなされてる頃にはもう僕はこの辺にいないと思いますんで、もう堂々と撮りますが、それ家の前なんですよ、ローソン。こっちがそうで、でこれがで、ここによう買い物に行ってたんですけど、まあ便利ですよ。だってコンビニ歩いて5秒にあるんだもん。そりゃね、もうローソン使いまくるよねって話だよね。いやもう便利ってね、考え物だと思うよ、さすがに。なんかどっかにさ、こうコンビニ行くのも、地元でもさ、自転車でちょっとね、5分ぐらい走らなきゃいけないとか、で日本一周してれば、あれこの辺なんかあれなんもねえじゃんみたいなこともよくあったりとかさするから、車で10分15分走らないと全然もうなんか物が買える場所がないとかようあるんだけどさ、あんな便利な暮らしをしてたらさ、もうダメ人間それ作れるわと。それはね、東京大阪のその都会人それは引きこもるわとなるよね。だって便利すぎるんだもん、外に出かけようっていう気にならないんだもん。でこっから歩いてさ、もうこれ左行くと見えるかな、今警察官の人いるけど、これここの辺うなぎって見えるでしょ、これうなととなんですよ。なんでうなぎも、まあ、あれ600円ぐらいなんですけど、まあ、うなぎ食べたいなと思ったらそこにあるわけだし、今僕大阪駅方面に歩いてますけど、もう大阪駅も歩いて5分のところにあるから、もうね、ここで全てが完結してしまうけどね、やっぱ緑が欲しいな。こういう緑じゃダメなの、違うの、自然、もうまさに自然っていうものがないと俺はちょっとなんか病んでいってしまう気がする。気がするっていうか実際そうだった。よっしゃー、天王寺着きましたというで、人多いなだいぶ多いけど大丈夫か。これはとりあえずアベノハルカスの展望台に行きましょう。ハルカス300、俺は何回アベノハルカスに来て別に展望台なんか行かんくてええやと何回も言ってきたけど、そろそろね行っときたいということで、もう今日が最終日なんでね、ずっとアベノハルカスの名前を出しておいて行かないというのもなんなので行きましょう。やべえ、なんかオフィスロビーみたいなとこ来ちゃったんだけどさ、めっちゃ景色綺麗なんだよね。ここでよくね、これでいいんだけど、これ大満足なんだけど、これより上行けるってことだよね。もうちょっと行こうか。ようやく見つけたわ、めっちゃ迷った。渋谷しかと同じシステムだった。さあ、多分これガラス張りだよね。さあ、ということで着きました。だからエレベーターの演出はまあ通天閣とか渋谷スカイとかと比べたらちょっとあれかもしれないけど、別にでもそこではないんですよ。ここの本番はここです。すっげえいい景色じゃん。あー、癒される。今脳から不安が消えてった感触がした。あー、なんて
世界は広いんだろうか。くっそ懐かしい。ここの真ん中にあるヘリポートがあるマンションあるじゃないですか。これのちょっと奥ら辺にその駐車場を止めて寝泊まりしたことがあるんですよ。それが初めての日本一周で、歩いてここまでこうバーって来て、この下がもう天王寺駅なんですけど、歩いて電車乗って通天閣の方まで行ってっていうことをやってましたね。懐かしい。小学校あるやん。どれぐらいなのかというのが、これがございましてですね、通天閣が、まあ、一番小さい表として書かれてますけど、梅田スカイビルで、福岡タワー行ったことないな、六本木ヒルズ、ミッドランドスクエア、あ、名古屋だね、あのよう行くやつですわ。あ、なんかスカイプロムナードね、俺一回も行ったことないんだけど、めちゃくちゃいいらしいです。大阪なんたらなんたらのなんたら、先島って読むのか、島庁舎、横浜ランドマークタワー、アベノハルカスで、その上に東京タワーとスカイツリーがいる。東京やっぱ強えな。出た、これ視聴者さんが言ってたんだよね、ハルカスバンジー VR、 これめちゃくちゃいいですよって言ってたから、ちょっとやろうかな。これどこでやってんの、どこですか。ハルカス300展望台59階お帰りエレベーター前、ちょっと行ってみようよ。ああ、これか、なるほどね。これなんだけど、受付がこっちと。はい、一番先端まで行きまして、そこからバンジージャンプするコースが 300m 地点から 200m までパラシュートで降りてきて、そこからバンジーするか、どちらがいいですか。絶叫コース、はい、なんて言うんだろうね。ということで飛んでまいりました。こちらアベノハルカスの VR バンジージャンプをやった証ということなんですけど、バカリアルだった。あんな、うん、リアルだと思わなかった。扇風機とかもあって、風の感じとかもあるし、音響とかもしっかりしてるから、もうまるで外にいるような感覚でちゃんとバンジーできたような、そんな感じでした。ちなみに景色的には本当にあの上を歩いてるっていう感じでした。ただね、若干 VR だから、ちょっとなんかこうね、ゴーグルがずれるとなんかぼやけるみたいなことはあったけど、まあでも全然そんななんか気になるレベルではなかったので、超楽しかったです。はあ、教えてくれた視聴者さん、ありがとうございました。っていうか、怖すぎて声も出んかった、とかずっと言ってた。ちょっとあんまり動画映えしなくてすみませんでした。端から見たら多分とんでもないシュールな映像になってただろうけど、当の本人はめちゃくちゃなことになってるからね。皆さんもぜひ1000円払ってやってみてください。オレンジ見えるかな、見えるわけねえか。いや、都会はこういうビルがわーってなってるから見応えがあるね。でもね、ちょっと緑豊かなところの展望台も行ってみたいけどね。スカイガーデン300カフェダイニングバー、ちょっといいんじゃない。ちょっとなんかいいものがあったらちょっとお食事しましょう。あ、なるほどね、ここで買ったものをいろんな席で食べれるよっていうことね。なるほどね。っていう風になってくると、まあ別になんかそそられるものはないな。最近カレーにハマってるから、彩り野菜カレーにはちょっとね、惹かれるものはあるかもしれないけど、でもそんななんか、いいやってなっちゃいました。よし、他のにします。すごい、ここバーベキューできるんだって。この景色でさ、バーベキューやったらさ、超楽しそうじゃん。さあ、ということで、土曜日でも鬼のように空いていたアベノハルカスから地上に降りてまいりまして、お昼ご飯を食べていこうと思いますが、何食べようかまだ迷ってます。大阪っぽいものでもいいんですけど、ベビーフェアある、ベビーフェアあんの、ベビーフェイススカイテラスっていう景色がめっちゃいいベビーフェイスですね。まあ、ベビーフェイスといえばでかいサイズがあるっていうことで、一番大きいサイズがスモーレスラーサイズっていうサイズがあるんですけど、バカみたいに多いんですけど、多分ここはね、そういうのはないところですね。あの、今メニュー見て気づきましたね。はい、やめときましょう。俺はね、違うんだよ、ベビーフェイスはもうデカ盛りって決めてるから。アロハテーブルあるやん。これもこれで高いの、3000円ぐらいか。逆に回らない寿司、うわ、ちょっとね、いいけどね、いいけど
昨日くら寿司食ったからな。くら寿司とこれを一緒にするのもちょっとどうかと思うけど、でも、うん、寿司寿司ってなってるから違うのがいいな、違うのがいいなって言いながら、これフグか。フグはねうまいよね。うまい、あごめん今うまいよねって なんとなく言ったけど、フグに関しては俺あんまり味が分かんなかったわ。食べたことあるんですけど、タンパクだなってことしか分かんなかった。やっぱいいフグを食べたらやっぱ変わるのかな、ちょっとそれも気になるが、一旦ステイ。おい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 、ランチで6000円するじゃないですかこの店。お素晴らしいな。さっきまで14階にいたんですけど、13階にもいろいろあるらしい。神戸元町ドリア、おいいじゃん。オムライス、やっぱ大阪最終日はこういうの食べたいよね。うん、オムそば食いたいし、ネギ焼きはこの前食べたけど、なんかね、あーミックス玉もいいね、あー海鮮ミックス焼きそばもいいね。あこれ迷うな。よし、ここにしましょう。鉄板焼き、お好み焼き、居酒屋アラムという場所です。今日俺が食べたいのはおむそばは確定として、そっからなんかプラスで一品もの海鮮系で何か食べたいなと思っております。うん、エビのなんかこうバター焼きみたいなのあったら嬉しいけど、ちょっと何があるか全然メニュー見てないので分かんないですが、はい、続きやってまいりましたよ。さて、何があるのかな、何があるんですか。とりあえず、おむそばは、あるね、もう普通のおむそばでいいです。はい、で、鉄板焼きのところに、エビないの、あった、大エビ焼き、大エビ焼き頼もうか。いや、待てよ、バター焼きがあるってことはイカの方がいいか。あ、シーフードトンペ焼き、シーフードオムそばがあれば一番いいんだけどね。トッピングでさ、ないのそういうの。ないよね。まだ、オムそばと、イカバター焼きで。オムそば一つと、イカバター焼き、以上でお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。はい、ということで、到着いたしました。こちらが、イカのバター焼きとオムそばでございます。イカのバター焼き結構分厚くて、でかくて。なんかもうちょっと細いかと思ってたけど、めちゃくちゃなんか 何イカを使ったのか全然わからんけど、すげえ分厚くて美味しいです。そしてこちらがおむそばですね。でかくて、太麺っぽいですね。どうやらやっぱりいいところのやつはねうまいですよ。スーパーの袋麺のやつもうまいんですけど、やっぱりちゃんとしたお店で食べる太麺のやつそばは僕は大好きです。ということでお会計が2255円、高いよ。アベノハルカスが1800円だからこれでもう4000円も使っちゃった。まあ最終日だから許してください。いただきます。ではまずおむそばからいきましょうか。うわーうまそう、これはいかんわ。うわーうまそう。あー白米頼みやがったけど、ちょっとね食べ過ぎはねちょっと良くないので、じゃあいただきます。ちょっとね TikTok 用に食べちゃったんですけど、マヨネーズをかけた方が絶対に美味しい。絶対にマヨネーズ。そしてごめんけど、おむそばは俺はお好みソース派なんで、お好みソースもかけます。もちろん鰹節もかけたい。青のりももちろん。これこれ、やっぱおむそばっていいな。これで全然ご飯いけるもん。やっぱ絶対マヨネーズはいるわ。絶対マヨネーズいる。よいしょよいしょ。明日から、まだ明日はギリ3時ぐらいまであの部屋に入れるんだけど、もう車のね、車に荷物入れなきゃいけないし、いろいろバタバタするから結局あかんのだろうけど、まあまあまあそこはねいいとしましょう。イカ焼きですよ、イカ焼き。いやこれはねちょっとさっき普通に食べて美味しかったんだけど、野菜&レモン絶対これ美味しいから、これで。うわちょっとレモンの香りもいいし、バターの風味もするし、これ最高のやつ。いただきます。まあこれが大阪、最後の大阪らしいものだと思いますが、まあ、今日の晩ご飯がどうなるかちょっとよくわかりませんが、一応僕は食べ納めだと思っております。それではゆっくりいただきたいと思います。いただきます。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかったです。特にイカ焼き、
あんだけ分厚くて噛み切れるのがすごかったわ。ということで帰りましょう。